こんにちは。今日はスクスクスクデントのひとはるバージョンです。おはよう。はい、今日今ひとはるやります。おはよう、やるよ。はい、じゃあこちらからお名前どうぞ。大城です。はい、タクです。石川です。ピヨピヨの初代海と小菅美香です。はい、井上です。はい、というわけで約束通り来ました。おー、さあ、いい子さんたち。悪い子ちゃんは来なかった。はい、悪い子ちゃん。誰でしょう。人の足は来なかったですけど。用事があったんですよ、きっと。はい、悪い子だ。というわけで、前回の収録で約束しましたフットサルに来てくださいということで、本当に来ました。はい、来ました。はい、というわけで、今からあなたたち普段やっているフットサルのところに参加です。はい、はい、今、だいぶ頑張ってますけど。はい、まあ、アップやった。そうですね。まあまあ、スクレットチームは、スクレットチームは楽しく思ったのに、やっぱりお客さんばっかり集まってるので、サッカー経験したことがない人も多いので、はい、楽しく、の何ディフェンスも傷つくやらず、はい、そんなに無理に走ることもなく、はい、仲良くみんなでやるのがうちのモットーです。はい、はい、今日は女性は2人だけですか。そうですね。たまに参加してる人いましたけど、今日は2人だけ。今日いないですね、女性。はい、こちら、はい、はい、ちなみに今日お二人はフットサルはやったことありますか。じゃないです。ないです。ボールを蹴ったことありますか。体育の授業とか。だいぶ前にね。だいぶ前に。だいぶ前に。学校で。中学校の時に授業で。なるほど。それぐらいの経験の。一応イメトレを。イメトレを。イメトレで。心の中ではね、昨日もサッカーしてたよね。そう、5対5でね、2人でやった。じゃあ僕らの方が教えられるぐらいの感じかもしれませんね。それはな、無理。本当レベル高い、低いんで怒っちゃうかもしれない。やばいやばいやばい。はい、じゃあとりあえずやってみたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。女の子、やっぱりディフェンスしろとかそういう大変なことはさせたくないので、まあ、ゴール前にいてもらってシュートを決める。女の子決めると2点なんですよ。おお、なのでゴール前にいて、今日やること、ゴール前にいてパスをもらってシュートを入れる。だからシュート練習をちょっと やりましょう。あ、いいです。インサイドとアウトサイドとインステップぐらい教えてあげる。それは種類が詳しい人がいる。インサイドってどこだっけ。そっからかいな。そっからかいな感じで。はい、じゃあ、蹴り方の種類。はい、はい、じゃあ、バンタンダー。これ俺できんからよ。いやいや、だからまあ、王道で、まあ、3パターン、4パターンぐらい。はい、じゃあ、まずインサイド、インサイド、はい、インサイド、わかります。内側へ。内側、あ、ここで蹴るってこと。そうです、はい、蹴ってください。はい、ここです、ここ。ここですね。ここ、はい、この内側で蹴るのが一番確実に蹴れる。なるほど。面が広いでしょ。あ、確かに。はい、インサイドキック。はい、もう一回ゆっくりとでいいですか。あ、しこれ。そうね。結構。はい。はい。あとはどうしてもガニ股になります。あ、ガニ股に。こうだからね。いくよ。はーい。はい、じゃあちょっと上級ですか。インステップ。インステップ。はい、インステップどこですか。はい、インステップはどこですか。ここ、足の甲。足の甲ですね。あの、インサイドは確実に蹴れるんだけど、足が甲なので遠くに飛ばせられない。ああ、なるほど。これをインステップでやると、こういう体の足のそのままでしょ。なので遠くに飛ばす時とかはインステップで蹴ると、もしくはシュートとかね。はい、あ、早い想像距離を踏んだ。そう、速いシュートを打つ時とかはインステップ。じゃあちょっとあのインステップでシュートを打っちゃってください。速いのを打った。はい。こういうのを打つ時はインステップでやるといい。はい。はい。全然ダメだわ。おい。まあまあ。難しい。はい、同じく頑張れ。足の甲で。おー、うまい。今どこだけやったのかな。今つま先に当たる。そう、つま先はね、トーキックでまた別の種類なんだけど、まあそれでもいいんだけど、つま先でもいい。まあまあまあ、とりあえずインステップをまず目指して。そう、はい、じゃあさっきの偶然できたトーキック、そのつま先、ここで大城くん、はい、トーキックを、はい、もう一回トーキック、はい、上に飛ぶ感じ。まあボールの
構飛ぶ感じです。はい、じゃあ頭、つま先当てる感じで。はい。なるほど。おしゃれな感じ。そう、そんな感じ。はい。できた！できた！できた！やったー！はい、そんな感じです。いい！やったー！綺麗に飛んだ。はい。さっき真ん中をね、切るんだよね。基本そんなもんですよね。まあ、今日は前に待っててもらって、うん、あっちの方でごちゃごちゃしてる時にパスが来ると思うんですよ。やったその時に、まあゴールこっちね、その時にパスが来たら足の裏でやっぱ止めた方がいい、踏むように。おお、もう来たよ、来ていい、こういうんだってこういうんだって基本的に踏んで止めるように。まあ、ただこの時にこうチテッと転ばないように、あ、気をつけます。試合に入りますか。入りましょう。はい、やっちゃいましょう。え、というわけで今から試合だそうです。頑張ります。はい、もっと元気よく元気よく。せーの、頑張ります。はい。そんなに今日は昨日一昨日寒かったですけど、今日はちょうどいい気温です。だからって油断せずに怪我なく仲良くやります。今日はゲストでアイドルのとんでもない自己紹介をね。自己紹介をします。どうぞ。ペアベアというユニットを2人でやってまして、その塩田あゆみと申します。小杉美香です。よろしくお願いします。こんにちは。はい、というわけであのもう試合が始まりました。はい、というわけで恋の出演スクラップスクリプトのオーナー中間さん、はい、はい、こんにちは。こんにちは。始め、難しい5分の有酸素運動だからね、うん、疲れたでしょ。いやでも私全然何も走ってなかったんで。まあね、まあでも動くのがね、今日はその天気目が、今日はそのやっぱりいきなりやって、うん、そのドリブルだなんだかんだ難しいじゃないですか、うんうん、だからゴール前にいて天気目係っていう役割を。でもなんかちょっとぐらいやったことあるの？いや、ないです。あ、全くない。体育ぐらいらしいです。人生の中で、うん、サッカーないですね。あ、そうなんだ。ルールも昨日一夜漬けで勉強した。あ、ちゃんと勉強したの。偉いね。偉いね。さすが。やっぱりそういう子は上手になるよ。バカな演歌歌手と違う、うんうん、今日来ない演歌歌手。でも専門用語は結構多いじゃないですか。まあね、知ってる専門用語言ってみようか。いや、なんかオフサイ。オフサイないよ。オフサイないからね。そうそうそう、難しいよね。難しいです、うん、なんか説明サイトの書いてあることがもうわからないみたいな感じになって、うん、まあちょっとあのサッカーと用語が違うからね、ややこしい、うん、あのゴールキーパーゴレイロとか言ってる。そうそうそう、なんでキーパーって言わないって、ゴールキーパーでいいのにゴレイロっていうのが、うん、ね、ピボとかね、ちょっとあのポジションが違うんですけど。でもちゃんとそういうの読んで勉強してるわけだ、うん、いや、なんかせっかくやるからと思って。そうね、全然回ってきませんね、パスが。小杉美香、でもなんかこう気楽にさやれるスポーツでしょう。いや、でもみんな上手だから、うん、なんかあれですよね。でもあの本当にエンジョイサッフットサルってあって、そういうチーム分けがあって、本当にあの女性が決めたら2点とかっていうのは結構公式なルールだったりする。そのここだけのローカルルールではなくてね。でもね、女性が決めたら2点っていうのは素晴らしいルールだよね。まあね。頑張れ、美香さん。お、ナイスパス。なかなかいいよね。もっとゴール前、ゴール前、ゴールの前、ゴールの前、そう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 。おーい。でも5分間運動してみてどうでした？全然楽しいです。楽しいですか？うん、はい、久しぶりの運動って感じで。じゃあ今もし中学生だったとしてフットサル部があったら入る感じ？フットサル部ですか？私でも体育本当にダメなんですよ。一応でもあなたアイドルだから歌って踊ってるから運動神経いるんじゃないの？ダンスとかね。今あんな感じでやるのがフットサルですわな。やっぱリズム感だと思うよ。リズム感ですか、うん、全てに共通するのは、うん、頑張って身につけてきたはずなんですけどね。頑張れ頑張れ。ちょっと今気づいたけどメガネがしてるじゃないですか。メガネ大丈夫ですか？なんか目が見えない。コンタクトしてないの？今ちょっとコントのような感じ。そうね。走り方が美香さん、うん、行こう行こう。頑張れ。
おいい声じゃないですか。そう、ごっさん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 、いけいけいけ、容赦ないな。番組のあれ、いいし、おい、ナイス、惜しい。5分でも意外と長いんだよね、うんうん、ちなみにそのルールでその、はい、他なんか覚えてるのあります？言葉なんか4秒以内にあやらなきゃいけない、そうね、一応4秒ルールがあるんですよね。と後ろに、うん、蹴ったらダメ、キーパーにパスね。だいぶ練習してるね。だいぶしてるし、しかもこういうとこでは多分そんな守ってないって感じ4秒なんか誰も守ってない感じだけどね。ちょっと俺はそろそろ知ってる。そう、あれなんですよ、キーパーのバックパスって基本的に今ダメなんですよ、ね、うん、あとはキックインとかでも4秒以内にやらないといけないとかね。要するにすぐ攻撃、攻撃、攻撃っていう風にする。そう、時間稼ぎしちゃダメっていうやつなんですね。そういう意味なんですか。そういう意味なんですよ。フットサルとサッカーの一番の違いは、サッカーってボールが 出るじゃないですか、うん、その間もタイムはずっと回ってるんだけど、うん、フットサルは止まった瞬間にタイムパッと止まるんです。あ、だから休憩とかの目的で出されるかもしれない。そうそう、それでその時間潰しでこうこの辺でうろうろジグジグしてるとピッって言われる。ああ、そういうことですね。そう、うん、それが4秒ルールです。でも本当の公式戦になると何分なの？20分ですね。20分、プレイタイムが20分ですよ。でも結局だからなんかなんだかんだで40分ぐらいになるんですよ。なるね、うんうん、まあその試合の展開によって全然違うんだけど、20分で、そうだ、そのプレイタイム、さっき、ね、出てる間は時間が止まってるから。来た、お、来たよ、来たよ、来たよ、頑張れ、いけ、おー、惜しい、惜しい、ナイス、ナイス。そう、こういう感じが接待フットサルって感じです。いいシュートだよ、いいシュートだよって今多い。ミカさん頑張れ。終了。ミカさん、いい、なんか今いいコンビ愛があるね。そうね、うん、チームワークが、うん、はい、なんか、はい、さん、どうですか。今難しいですね。今で5分だそうです。はい、なんかでも私はそのゴール前にさせてもらったから、うん、割と動いてなかったんですけど、うん、でも最前線で活躍してる人はすごい運動量だなと思って。まあね、でもまあとりあえずシュートは打ってるでしょ多分。とりあえず参加した気になれるでしょ。すごい楽しいです、うん、それがいい感じですよ、このフットサルのリードは、うん、これがサッカーだと11人いるから あんまり回ってこない。来ましたよ、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 いけるか、頑張れ。おお、今のいいんじゃないですか。今の2点ですよね。今の2点ですね。すげー、取りましたね。すごいすげー、ドリって今そうね、今ドリブルしましたね。リプレイリプレイ流しておくでしょう。スローでいいですよ、はい、じゃあスローも流しておきますよ。お願いします。はい、来ましたよ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 、いけるか、頑張れ。おお、そうね、2点ですよ、はい、そう、女性点ゲッター2点ですよ。いや、これ相手チーム取り返すのが大変ですね、2点分だから、はい、そう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 、しかも5分ですもんね。なんだ、あー、惜しい。うちのチームスカウトなかなかマジで動きがいいんだけど、うちのチームにも欲しいですけど。いや、すげえ。ドラフト会議とかで、そうね、うち本当ね、女子である程度できると本当来るんですよ。うちにチーム入って入ってみたいな人がね。2点だから、2点、そう、あとやっぱり女子でこうできる人って少ないので。ああ、なるほど、うん、おい、ヘディング今させようとしましたそれは教えてないな。そうね、お、言ってますよ、ちゃんと。積極的そうね、お、そう、あえてね、ゴール前で自分が打てるときもわざと女子でパスさせる場合もある。そうなると自分が決めたのは1点だけど、女子が言ったら2点だからね。ああ、なるほど、そういう作戦、そういう作戦もあるんですね。で、
じゃあちょっとタクちゃんもちょっと解説。はいよ。はい。はい、じゃあタクちゃんも解説に入れます。はい、どうもね。はい、はい、結構いい感じですね。 いい感じですね。はい、思ったより、うん、もっとグダグダになるかなと思ったけど、しかもうちのチーム女の子に優しくしてって言ったのに、うん、結構厳しく当たったその中でもさっきのゴールはさっきのゴール相当すごかったすごかったですね。で、あのボールが来てない時もちゃんとポジションちゃんと動いてんだよね。あれ動いてるすごいんだよ。ちゃんとポジション変わってね、こう攻めやすいようにしてくれるところ。なるほど、うん、そうそうそう、あのダメな感じだとずっと1点止まるんだけど、あおおやらしいパスだな。おい、あ惜しい、入った、バーバーの音しましたけどね、うん、いや奥のバ僕のバーとかあるんだね。入った、わすごい入ったでしょ。おお、今の奥のバーだったの？そうだよね。知らない、奥のバーがよくわかんない。はい、このままコールド試合じゃないですかね。コールドはね。あの、ちょっと待ってください、はい、1試合に3点取るとなんていうか知ってますか？はい、知らないです。ハットトリックっていう技があるんですよ。もう越しちゃいましたね。そうですね、ハットトリックを両方。サルもハットトリックっていうの知るか。まあ、でも3回入れないといけないと6点取らないとダメ。いや、もうハットトリックじゃないですか、3点。なるほど。おいしょ。おお、ちょっとマジでうまいんだけど。いや、この中でも多分上位ですよ。マジで。本当ですか。わー、技あり。はい、1点返されちゃって。わかります、ね、あのキーパーの上を狙って。あ、ずるいですね。ずるい技ですね。まあそれはその、おいたいたいた、キーパーが前に出てるのがダメだってことです。あー、ストップウォッチ、まだまだ、そんなに。なんか、なんかいろんな方が、そうね、演出してくれる。そうね、なんか盾じゃないんです。もう一回今の欲しいな。そうね、今のプレテレビ的にはいい感じだったね。いや、今すごいいい感じですよ ね。さあ、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 どうなる、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 おー、おじゃあちょっとさ、さくちゃんどんどん喋ってくださいよ。 もしくはスクデット情報に入れてくださいよ。喋りながらスクデット情報とかね、いつか番宣しなくて。そう、番宣とか、番宣しましょうか、ね、お店紹介とかね。お店に来てもらえるように。ペアペアの宣伝もここで声だけで。あ、はい、ペアペア、ペアペア、ペアペアは何者ですか？ペアペアは、都内を中心としたライブ活動してる、ま、アニソン系のボーカルユニットです。はい、はい、はい、テクテク随分来てもらいましたけども、ありがとうございます、いつもお世話になってます。はい、はい、今日はまさかまさかの本当に来てくれると思いませんでしたけど。いや、本当ですか、なんか本当に、いや、あの酔っ払いの失礼な態度たちがいっぱい来たのに。いや、でも優しかったですよ。そう、怖かったでしょ、初対面なのに。いや、ちょっと見た目はちょっとライオンに似て強そうだな、まあまあね、みたいなところ、まあね、店長がね、柄悪いし、セクハラもいっぱいあったしね。してなかったですよ。あの、ちゃんとパスしてますよ。えらいですね、うん、ファンにはたまらない映像ですね。チェンジペースしすぎだわ。ちなみにファンの人とかはこのテクテクの過去の出演とか見て感想とかありますか？いつも見てくださってます。なんかこの間のも、うん、なんかまあ楽しそうに会話してるのが見れてよかったって、うん、大丈夫ですか？ファンの人怒ってないですか？怒ってないですよ。あんな扱いされて。いや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 、もっとメインにしろとか。いや、真ん中に座ってたんでだいぶメインだと思いますよ。本当？いやいや、さあさあさあ、動いてますよ、動いてますよ。おー、いいですね、うん、さあ、オーナー動いて、あ、来た、あー、ちょっとマジでいい感じだな。いや、もう完全にスカウトですね、これ。そうね、いや、私マネージャーできますね、そしたら。あ、塩大美のマネージャーの小杉美香です、みたいな。あー、決まりました。さすがオーナー強いですね。いや、ちょっとあゆみちゃんチームちょっと強いよ。いや、ほら、全然ビブスチーム今全然ダメだもん。なんかいつも2人で練習する時とかってやっぱ歌ってるから、ダンスはまあ激しく動いてるけど、歌だけの時とかだと全く動かないで歌ってることが多いから、あんなに走り回ってるの初めて見ましたね。あ、本当。大丈夫ですか、明日筋肉痛とか。いや、大丈夫じゃないですか。大丈夫、マッチョだから。マッチョなの？そう、隠れマッチョ。隠れマッチョ、隠れマッチョなアイドルは微妙だな。いや、でも
まあ、腹筋はいいと思いますよ。腹筋が割れてる女はセクシーだっていう話になる。そうなんですか、うん、いやどうかな、腹筋は割れてないかも。それなんでマッチョなの。いやでもアイミー、あ、いやなんか重いものを持ったりとかするのができるか、頼りになる的な。あ、そうなの。でアイミンが好きなタイプがシックスパックに割れてる方って言ってて、あ、じゃあフェアベアの話は途中になりましたけど、はい、フェアベアは、はい、じゃあライブ告知だけしますね、はい、どうぞどうぞ。次のライブが22日、今月11月22日の金曜日に秋葉原で夕方からあります、はいはい、このライブはあの2ドリンクの1000円のみのイベントなので、うん、そうなんですよ、珍しく、なので暇な方はぜひ来てください。はい、まあ、詳細はホームページありますよね。あ、そうですね、はい、ミニベアのペアベアで検索してください。さあさあさあ、チャンス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 、あー、オーナーオーナー決めたがりですからね、やっぱり。いや今のは、ね、ミスです。あ、そうなんですか。はい、今のはパスした方のところです。あ、なるほど。さあ入りました点が。え、入ったんですか。今オンゴール、オンゴールです、ね、ールです。あ、素晴らしいね、オンゴール。分かんだ、分かります、はい、お、チャンスチャンス、マークがついてないが、しかし取れた。熱い熱い戦いが、熱い戦いです。あ、終了。お、1対1ですね。いいよいいよ、このまま解説にいてよ。はい、解説します。はい、じゃあ今度は解説オーナー長間さんと、はい、店長石川君、タクちゃん、石川安太郎、はい、安太郎じゃないです、覚えてください、そうそうタクです。はい、でも基本的に気合でないね、ないね、こんだけしかないね、なんとかしてください。はい、じゃあ行こうか。あ、女の子を着させなくていいと、着させなくていいと思います。女の子がもらえる、女の子を脱いだ方がいいと思います。エロいの。川上川さん、またですか。でそれまた当たり屋みたいなことするんですか。またあなたそのこの間のセクハラ番組が広がったじゃないですか。一応ペアベアの人たちはセクハラだと思ってなかったみたいで、はい、本当ですか、うん、もうよかったです。儲けもんですね。ラッキーだったです。ペアベアは2人だった。ペアベアでお願いします。はい、さあ、はい、始め。たっちゃん、かわいこちゃんね、たっちゃんも出たことあるらしい。うわ、来た来た来た。さあ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 、どうなるか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 。おーおー、すげえ。ワンダフル。いいね。マンマミア、マンマミア。あれはキーパー取れないですね。ほら、そう。急にネットの上に入ったら。そう。はい。おいちょ、今弾いたボール狙ってましたね、ちゃんと。そうね、詰めてる。これ見たこともないって言ってたの、サッカーあんまり。基本だよね。でもちゃんとルール調べてたんだって昨日、4秒ルールとか分かってんだもん。なんすか4秒ルールって。落ちたらおかしいですか。違うわ。キックインは4秒以内に始めないといけないとかね。キックインってなんすか。え、キックイン横のやつじゃん。リスタートは4秒以内に始めたといけない。あ、そうなんか。そう、知らなかった。俺も知らねえじゃねえか。あと、あのゴレイロの話を知ってるの。キーパーはゴレイロって言うとか。キーパーでいいじゃないですか、そんなの。そんな真面目にやってないですよ。何、キーパーチャージだったらゴレチャーになるわけ。まあそんな、そうじゃないですか。ゴレチャーになるわけ。あとなんか用語教えてください。え、あとピボピボ、フィリポインザーギのことですか。違う違う、あのフォワードのトップのことピボって。え、何、フォワードが点を取ると。いや、じゃあポジション名がピボって言うんです。ピボ、ピボ、まあだからワントップのことピボ、ワントップのポジションにいる。ああ、まあひし形になるとするじゃないですか、はい、ワントップに一番高くてのピボって言うんです。で、じゃあ俺とお前が教えられてんじゃねえか。あ、そうか、危ねえ、スクスクスクデッドされてる。解説者なんだから。おお、カットした。おーい、おーおおおお、ゴール前の稲妻。ゴール前のハイエナだね。ハイエナ、ハイエナ。お、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 おい。やらかした。まあ、ちなみに俺のカバンなんだけど。まあまあまあ。心が広い社長。俺のだよ。お、来た。おい、すごいね、本当に。そうね。すごい。付き合えよ、お前。ダメですね、ちょっと今収録中なんで、そういう話は後で。あ、チャンス、チャンス。来た来た来た、いけいけ。おー、ループシュート。さっき教えたやつじゃないですか、これ。いや、だからやり返してんじゃないの。ループ返し、ループ返し。ああ、おいよ。今のパスしようとしたのかな、うん、あんなの無理だよ。お、あれ、お、結構でも、お、勝ってきた。いけ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 。
わあ、ほらループ返し。ループなんだよね。肘ループ返しの巻。多分あれしか狙わないと思うよ今回。はい、ね。うん、タカちゃんがキーパーだから普通じゃいけないと思って。うん、そうだね。タカちゃん出るんだね。おい、おい。いいボレー。でも撮ってません。残念。ボレー返し。じゃあちゃんとここにもカメラあるから映ってますよ。あ、本当ですか。気をつけなきゃ。え、今日マジで6カメやります。6カメあるんですか。全部映ってるマジで。ありがとうございます。編集も大大変ですね。ん？変ん？大変。編集もそう、大変大変ですよ。来た。だからあのスクレット収録もちゃんと協力的にやってくださいよあなた。はい。おおい、あー惜しい惜しい。あれ時間計ってるこれ。はい、あと10秒です。おいける、わあ、いけいけいけ。やっぱりちょっと浮かせましたね、うん、2点入ったよね。これで点数が何、3-0。でも女子でサッカーできるとかっこいいですよね。女子もサッカーあるみたいですよ。なんかみたいですね。思いっきりあるやつ。小中一緒だった女の子が前になでしこに入ってたんですよ。へえ。でもだから授業でやると全員抜かれちゃって試合にならなくて、もうね、一人でずっと点を決めてるっていうコールド試合みたいなのが行われてて、もうね、だってそれとかあのサーンをずっと男でやってたんでしょ。あ、そうなんだ。中村と一緒にやつだ。さあ、誉れさんですか。うん、中村健吾とか一緒のチームだったらしくて、町のチームは。そのレベルですね。おい、おい、おい、好き。とっさのパスって難しいですよね。まあね。そうね。まあそのフットサルって狭いところでやるから、判断が早く。おーっと、あー、惜しい。もう一回。いやマジでマジで素晴らしい。じゃあ今のファインプレーですね。お、一個。まあね、ついにはそうね、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、こんな感じですって。さあ、今から30分ぐらいはガチモードでやられるので、はい、とりあえずこんな感じです。どうでしたか。めっちゃ楽しかったです。めっちゃ決めたね。はい、楽しかった。はい、なんかみんながね、受け入れてくれて。やばかった、やばかった、完全にやばかった。だいたいでもこんな感じなんで、エンジョイマフットサルってマジで女子はこう重宝されるというか、はい、ね、こっからフットサルやるから勉強してって。ガチの、ね、こんな感じだよって。そうね、フットサルはこんな感じですよ。はい、めっちゃ楽しかった。いや、輝いたね。なんか足つりました、途中で。マジでフットサルの楽しいとかサッカーが楽しいのはちょっと分かってもらえたかと思うので、はい、まあこれを機にちょっとよかったらやってくださいよ、フットサルを。そうですか。これでも迷惑になりますね、うち。あのさっきもね、その解説の時で言ってたんだけど、例えばここでも女子専用の個人参加って、女子ばっかり知らないもん同士が集まって、みんなで初めまして、じゃあ試合しましょうかっていう日もあったり、みんなで練習しましょうかっていう日もあるね。さっきのインステップキック、インサイドキックをコーチがちゃんとついてくれて、それでみんなで、あの初心者だけどみんなでやりましょうみたいな日もあるの。そういうとこもあるし、例えばそのエンジョイチームでも女性ってやっぱ重宝されるから、女性の助っ人大募集とかある。そういうので結構みんな入ったりとかするといろんなことやれるっていうのがあるので、はい、まあ、とりあえず今日はあのスクスクスクデッドのフットサル版だったんで、まあ、これを機にサッカーとかフットサルを好きになってもらって、ゆくゆくはスクデッドも好きになってほしいらしい。あの AC ミラーもね、 AC ミラーも、そう、 AC ミラーも好きになってほしいということらしいので、あのユニフォーム買わなきゃね。そうね、そう、今日あの一応似た色を着てきたんですけど。あ、そうね、似た色。偉いね、この色なんだ。独占じゃないからね。そうね、赤と黒ですからね。はい、まあ、とりあえずこれが AC ミランチームなんで、はい、こんな感じでやっておりますんで。すごい、さっきと雰囲気が全然違う。そうね、みんな本気やからね。はい、で、そんな感じで今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあというわけでさよならって感じで。はい、さよなら。さよなら、ありがとうございました。